柴田が薄味ウインナーを食べてますが、物欲しそうにして狙ってるのが沖縄インコのおちゃんです。なんとかして取ろうとして隙を伺ってますが、おっとどうするかな。あっと取りましたね。取られました。柴太郎、柴太郎だけ。じゃあ代わりに柿をあげます。はい。あーずうずうしいですね、あの沖縄インコは。今度は柿をね、皮なんですけどね、厚く切ってるんですね。身をつけて、そうすると皮をきれいにあえて残しますね。リンゴも、ホトミはそういう癖があって、皮付きの方は喜ぶみたいですよ、身だけより。そうするとね、薄い皮でも一応皮は残しますね。中身だけをこう削ったようにして食べます。もう食べましたね。はい、もうあと少しね、あと少しほら。あ、ちょっと待って待って。これ、はい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 、あげるあげる、少し。ちっちゃいよ、今度。足で掴むほどはないみたいな。いいほど。はい、もういいの。片手でスマホで撮ってるもんだからちょっとやりにくいですね。はい、今腕に乗ってきました。ここでね、私のところ邪魔してるのが いるわけですよ。手元で小金がね、もうこれがね、紐をかじって邪魔して、もおいダメだよ、もう。はいはい、ちょっとこっち行って。はい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 、はい、あんた見てるか、こいつです。邪魔してたの。飛んできました。もういいよ、もういいよ社長。またかい。今日はこれまでね。はい、終わり。久しぶりに赤線インコっていうのですね。この箱の中に、あのニボビタンの箱の中にですね、ヒナが1羽だけ生まれてるんですよ。ちょっと見えにくいかな。見えないね、暗くてね。多分ね、13日かよ、4日になるかな。もうちょっとで取り出せますね。1羽だけです。これがオスですね。メスが今入っていきましたね。おーちゃんがさっき取ったやつ、まだ柿を木バタンから取ったやつをまだ噛んでますね。スマホの紐を木バタンに取られました。あー壊される。はいはいはい、もう終わりね。